皆様お待たせをいたしました。トビゲリー1スピーダーカップ2024アンダー12決勝戦です。東京バディサッカークラブ高等対大阪ドリーム FC の対戦ということになりました。選手入場です。さあ決勝戦、選手が入場してまいりました。向かって左赤大阪ドリーム FC、 向かって右東京バディサッカークラブ高等です。大阪のドリーム FC が連覇を狙うということになっております。連覇達成いたしますと、まあ、初ということになります。で一方の東京バディサッカークラブ高等は、まあ、3月に関東予選から勝ち上がってきたということで、その、まあ、地方予選から勝ち上がってきて優勝というのはこれまでないということです。放送席ご紹介をしてまいります。解説は元日本代表ジェフ千葉の伝説のプレイヤー佐藤優斗さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。アナウンサー川村でお届けをしてまいります。まあ、優斗さん、アンダー13の、ね、はい、大会も解説を担当されましたけど、どうでしたか？いや、白熱したいい試合でしたし、はい、まあ、本当に試合通じてチーム流れが、あって、すごい見応えになる試合でしたね。なるほど。さあ今日は、まあ、アンダー12で8人制ということになるんですけども、はい、どうでしょう、どんなところを楽しみになってますか？まあ、まず選手の両チームの選手の入場の姿を見てたんですけど、はい、やはりここまで勝ち上がってきた自信が満ち溢れている、そんな歩き方でしたね。はい、ねえ、まあ、なので、まあ、今日スタートから出る選手、途中から出る選手いると思うんですけど、はい、やっぱチーム、一丸となってチーム全員で、チーム力としてどっちが上回るか、うん、そのあたりを見ていきたいですね。ゲーム15分ハーフで行われていきます。決勝は同点の場合延長があるというふうになっております。まあ、連覇を狙うのか、また地方から勝ち上がってきてのこの優勝かということになってきますけど、まあ、楽しみですね。楽しみですね。また両チームとも失点少ないですよね、ここまで。あ、そうですね、はい、ドリームの方は失点2で、バディの方は失点3、はい、なので、まあ、堅守守備もしっかり固い両チームだなと思いますね。はい。まあ、優斗さん、いろんなアンダーのカテゴリーだったりね、はい、女性だったり見てると思うんですけど、はい、8人制というのはどうなんですか？そうですね、まあ、まずはしっかりと適したポジショニングを取るということが大事ですよね。はい。まあ、自分の東京を考えると本当にこの綺麗な芝の上でねプレーができるということもまず本当に喜びですしね。そうですね。またこれは今日たくさんの、はい、方が見に来てくれているので、はい、そういう意味でも見られるっていうのは、まあ、これからプロサッカー選手を目指す、彼らにとっては、はい、とても大事ですよね。そうですね。この年代から見られてしっかりとプレーする、はい、まあ、プレッシャーに動じずに、そこはすごく、はい、楽しみですね。個人的にはもう小さい頃から、まあ、今もそうなんですけど、私キーパーだったんで、はい、キーパーに目が行きますし。どうですか、両チームのキーパー。いや、やっぱここのこの小学生年代のこのゴールって、ね、すごくこう当然その11人差よりは小さいんですけど、うん、でもその年代からするとやっぱり結構大きく感じるのでね、とにかく後ろから声出して、うん、頑張ってほしいなと思いますけどね。はい。
さあ向かって左、このメインスタンド側から見まして左の大阪ドリーム FC です。右に白バディが立ち位置取りました。さあ前半がスタートしました。大きく蹴っていきます。風はこう放送席側メイン側から見ると左から右に吹いていきます。で結構こう8人制の場合は、まあ、フィールドの7人のその立ち位置ね、うん、まあ、フォーメーションだったりとも、まあ、結構見どころでもあります。そうですね、まあまあ、あとはまずゴールキーパーもすごく大事になってきますよね、はい、しっかりそこはね足使えるかどうかということになるんですけども、うん、ここは体を入れていきました。ゴールキックです。まあ、15分ですから割と本当あっという間だと思うんですけどもね。セカンド拾いました。バディの方です。縦に一つ当てます。落としてワンツーの形、右からマイナス入れていきます。コーナーになりました。まあ、バディの方は、はい、あの最前線に43番の、小池選手ですね、はい、あの彼がやっぱり今も起点になって、そこからのサイド攻撃っていうのは特徴なので、まあ、そこから今コーナーキックのチャンスを得たので、まあ、この後の展開的にもやはりこう彼の、小池選手中心に攻撃が進んでいくのかなと思いますね。長身のその小池がキーパーの近くに一人ゴールの場合に立っています。左足入れた、真ん中上がってきた、ヘディング弾く、拾ってセカンドプレッシャーをかけます。さあここを持って持ち運び、左に広げた、ここチャンスを持っていく、ハンドはない、右足シュート打った、うん、左に広げていいチャンスでしたね。そうですね、まずはまあ30番の年本選手がいい位置で、ボールを引き取って、そこから相手の重心をずらしてカットインしてからのファーサイドを狙ったコントロールシュートでしたね。バディの方331でいいですか。バディはそうですね、331ですね。で長身にその43番の小池が待っているというところですね。やはりこれ風結構流れます、うん。まあ、バディの方でいうと83番の浅野海斗選手がここまで8ゴール挙げているということになっています。いいキックですね。まあ、逆にドリームの方は、はい、中盤が縦の2枚ですかね、高橋選手と、古賀選手で、その前に2トップの吉川選手と下谷選手ですね、うん、おー流れます。なのでこう、まあ、攻撃の2トップと1トップという意味でも対照的な両チームなので、はい、その後に あのフォワードの使い方、生かし方っていうのもこの後、どのような展開に、結びつくのか、得点に結びつくのか見ていきたいですね。ゆうとさん、あとは暑さどうですか今、この昼間なんでね。まあ本当に暑さのところも含めて、はい、そういう意味ではやっぱチーム力で、どっちが上回るかですよね。なるほどね。キープしました古賀です。なるほど、左を取りました。中入った、左足外を広げた、もう一回来た、シュートになった。いやー、右サイドで77番の古賀ルキアが作って中入れて左への展開からのシュートでした。その77番の古賀がここまで7ゴールを挙げています。まあ、中盤が縦の関係ですから、まあ、端的に言うとこうトップ下のような感じですね。そうですね、はい、2トップの1つ下ですね。ワンタッチ丁寧に落としますがバディーボールに変わります。一つ前を当てて、ああそのまま綺麗に前を向けました。まあ、少しずつドリームの方が、試合に、リズムに慣れて、はい、前からのハイプレスで、バディの自由を奪うという展開が続いているので、まあ、バディ側としてはそれをどう剥がしていくのか、まあ、頂点に小池選手という、まあ、ストロングがあるので、うん、そこを見ながらプレーできるかどうかですね、はい、セカンド取って前に入れます。あ、いいですね、トランジション切り替え早いですね、うん、早いですね。拾い直し、左に当てます。タッチは割りました。
まあ、8、2制ですね。基本的にこう副審いませんので、まあ、個人的に私、2級審判なんで、どうしてもこう審判のメイン行っちゃうんですけど。審判にもメイン行って、キーパーにもメイン行くんですね。そうなんです。はい。一人で見なきゃいけないから大変だなと思いながら、それを見てます。ワンタッチ、前当てます。まあ、結構ロングボールで、まあ、打開はできますから、うん、しっかり収まればチャンスになってくるでしょうか。そうですね。またこういうボールのセカンドボールですね、はい、どちらが拾うかというのも大事になってきますし、さあ拾った、前当てる、拾い直し、だいぶセカンドをバディの方が取れるようになってきている印象です。うん、ナイスタッチ、当てた、おお、いい落とした、さあ広げた、ない、右足強烈、いいブロックです。いや、いいですね。最後はドリームのユータ選手ですかね、ブロックはシュートブロック、そうですね、うん、よかったですし、まあ、今の攻撃につながったバディの、はい、ディフェンスの51番ハルワ選手のファーストタッチが良かったですね、はい、ファーストタッチでしっかりと相手のプレスを剥がして前に運びましたから、右コーナー、おー、今度低いボールだ、これもセカンド取れます。ユートさん、今展開的にどうですか、どんな風に見てますか。そうですね、まあ、どっちにが2選手点生まれてもおかしくないなという、はい、そういう試合展開ですね、うん、飾りも乗って1本でここまで行きます。スローイングで展開をして、右の48番番オーカーです。ここも残す、おお、一つ剥がした、キープして、ああ、いい展開だ、広げた、外、としもと、前に一つ当てる、玉際攻防、タッチ割ってバディーボールです。まあ、ここまでの試合見てるとやはり攻撃のところでは、はい、バディの83番の浅野選手、うん、ドリームの方は77番の古賀選手が中心ですね。やっぱ彼らが、はい、おっと、まあ、おそらくクロスだったと思いますけれども、そのままゴール吸い込まれました。すごいですね。もしかしたら狙ってるかもしれないので後で聞いてみましょう。はい、飲水タイム直前、左サイドからバディロングシュートが決まりまして、1点を先制しました。浅野海人選手ですかね。早速まあ、これで今大会9得点目、はい、まあ、普段ですとこれスローでご覧いただくんですけども、もうしっかり目に焼き付かとかないと。そうですね、はい、だから試合を、楽しんでる方たちも、はい、目を離せないですよね。そうです、携帯見てる時に入っちゃったりしますからね、はい、スマホなんか見てる場合じゃないです、うん、はい、さあ飲水が終わりました。前半これからまた半分です。1対0ロングシュートが決まりました。バディが1点をリードの形に変わります。バディの方は3月に関東予選から勝ち上がってきて、この、まあ、本大会そして決勝へと勝ち上がってきました、まあ、地方から勝ち上がってもし優勝しますとそれも初めてのことということです。あ、これもいい展開だ。左のスローイン入れた、
近いところ浅野がいますが、一旦サイド変えようというボールです。この辺の切り替えが早い。またセカンドボール取ります。奪って前に当てる。狭いところへのスルーパスです。セカンドまたバディ。今は年本が右にいました。前に山田が行きます。まあ、ドリームは少し今押し込まれてますけど、ボールを奪った後の最初のパスですね。これつなげたいですね。これも突破クロス。またこれもディフレクションがありましたのでコーナーになります。太陽、太陽、太陽がいるときには外にアヤムがいい。太陽は外から入ってくるんですよ。そこアヤムがさっき太陽やってたやつですよ。キーパーの前コーナーがこれが3本目になりますが、1本目は高いボール、2本目は低いインステップでのボールでした。今度は高部、ふわっとしたボール、弾いた。ここが高さがあります、クリア。ただこれセカンドまたバディが行こうというところです。ようやくドリームボールに変わります。さあドリームどうしたいですかね。1点ビハインド、まあ、まずはボールをしっかり持つことですよね、はい、なので守備のところはボール奪った後の最初のパスのところで、もちろんクリアも大事なんですけど、うん、そこでしっかりマイボールにすることによって一番攻撃のスタートを切れますから、はい、なので前線の動き出しも大事になってきますし、しっかりそこでミスを減らしていくということですね。これも収めます。3人で囲みましたが、これバディーボール、まあ、ただこうドリームの方もやっぱり切り替えのところトランジションの方が早いので、はい、そこでいい守備からやはりこういい攻撃につなげて今ちゃんリズムを取り回してほしいですね、うんうんうん、前に入れた浅野が持つ。浅野仕掛けた。やはり起点にはなってますが、うん、さあこのカウンター生かしたい。今3対2見えるか。ナイスパス。逆サイドを見た。通していった。大外につながる。中クロス逆サイド。まあ少しこうスルーパス、横切ったスルーパスのボールスピードによってちょっと待ってしまいましたね、はい、あれをこう迎えに行くような判断ができたらよりこうシュートまで直線的に行けたと思うんですけど、まあ、ただいい攻撃でしたね、はい、まあ、しっかりとしたディフェンスからね今チャンスに、はい、カウンターに結びつけました。まあ、ここまで見てるドリームは本当にこういい守備ができているときはいい攻撃につながってますし、まずはそこの守備のボールを奪う場所、あとはこう人数の変え方、はい、そのあたりですかね。うん、奪った。この後です。いやーここも切り替えは早い。今ハロワのディフェンスからのシュート性のあるボールですが、いい動きでした。ハロワ・ジェイコブ・トーマです。51番のハロは3でいうところの左に立ち位置を取ります。ハロ前に入れる。このセカンド浅野が行く。出さずに残した。中ゆっくりと小池入りますが、そこ突破した浅野。1対1仕掛ける。いやーいいディフェンス。ナイス対応、素晴らしい。よかったですね。13番の山口です。今しっかり先体入れて守りましたね。そうですね、はい。ドリームの13番山口優にいいプレーがありました。前からプレッシャーかけます。取ればチャンス。あーうまい。うん、ナイスインターセプト。かわいいです。切り替えた。持っていった。いや面白いですね、はい、前からボールを奪いたいドリームに対してしっかりと剥がしに行くバディ、うん、面白いですね。途中から入っています8番の松本の仕掛けでした。さあ右のコーナーセットプレーを生かしていきたいドリーム。ファーに行った。いる。折り返す。シュートまではいけませんでした。まあ、どちらのチームも、はい、セットプレーのキッカーいいですね。質高いですね、はい。前のあそこ今小賀に入ればというところです。
また浅野です。ここはボール持てます。ハローダイレクト入れた。ワンタッチ、おお、シュート。体勢は難しかったんですが、大川のシュートになりました。狙わせてましたね。今笛が鳴りまして前半が終了です。1対0バディサッカークラブコートをリードして前半も終えましたけれども、さあゆうとさん、前半どんな印象だったですか？はい、まあ、お互いの、強みである部分も、見られたと思いますし、まあ、そんな中浅野海人選手のスーパーなシュート、まあ、後でクロスだったのをシュートが聞きたいですけど、はい、まあ、でも素晴らしいシュートが入って、バディが1点を取っての、折り返しところで、また後半も、自分たちの強みを出しながら、はい、高田選手をうまく使って、さらにギアが上がると思うんで楽しみですね。はい、前半終了してゲームハーフタイムに今入っています。5分ほどのハーフタイムということになります。ぜひかなりこう観客の皆さんも増えてまいりましたけれどもね、ハーフタイムの間だけは日光を避けてですね、そうですね、それから水分補給もしっかり取るようになさってください。うん、前半終了して1対0バディサッカークラブ高等がリードしています。飛び蹴り1スピードカップ2024アンダー12の決勝戦、これから後半です。1対0白のバディサッカークラブ高等がリードしてこれから後半へと入っていきます。まあ、暑さもある中で行われているこの決勝戦です。選手を見ていると両チームとも交代はなさそうですよね。はい、なるほど。まあ、ゲーム中にね、どんどん交代は自由となってますんでね。うん、さあ後半スタートしました。向かって右赤ドリーブ、左が白バディサッカークラブ高等です。バディが1点をリードしてこの後半がスタートしていきました。15分ハーフセカンドハーフ後半です。これもセカンドは拾う、あ、取った後この球際前に持つ、うん、打っていきました小池です。ブロック1つあります。今度はバディの方が風上ということになります。ドリームの方は9番の山口、ルカ選手、はい、前だ、運ぶ、抜けた、小が行く、小が右足、外、抜け出してビッグチャンスでしたが惜しいシュートでした。強いですね。強いですね。ゴリゴリ来ましたし、まあ、最後は気がしてない右足だったので、はい、難しかったかもしれないですけど、まあ、でもしっかりとファーサイドのにコントロールシュートできたので、はい、やはり可能性感じますよね。十分小川が少し前に立ち位置取った感じかもしれませんけどもね。そうですね。ここまで7ゴールを挙げています。77番の小川です。さあ左からシンプルにクロス中入れた、ワンタッチありましたんでバディーボールです。このセカンド拾って、ただプレッシャーバディの方も早い、タッチ割ってドリームボールに変わります。バディーボールです。3バックの右、48番は大川です。あ、こういう落としも丁寧、接触ファールがありました。ドリームに変わります。ツートップ気味に、ですから前と下谷のところと古賀が立ち位置をね前半から変えてる感じです。そうですね、はい、スルーパス外から回る、まだある、左足強烈だ、外、反転からのシュートも正確です。
今後半立ち上がり3分ほどが過ぎました。1対0白のバディがリードしています。決勝です。来ましたね、チャンスになった。これだ、ここ生かしていきたいところ。古賀ルキア、ナイスセーブ、素晴らしい、いい反応でした。岡、いや今古賀選手もあのいいターンから振り抜いたので、はい、まあ、本人的にも感覚あったんじゃないですかね。それに対してゴールキーパーの佐伯選手、はい、救いましたねチーム。キープします、広げる、外から打った、浅野が決めました。2ゴール目、2対0。彼はやっぱあそこの自分のエリア、シュートエリア持ってますね。これで10ゴール目ですか。そうですね、はい、いや角度はないところだったんですが、しっかりあのコントロールしてのシュート、ゆうとさんどうですか。まあ、まずはしっかりと吹かさないこと大事ですよね、はい、しっかりとボールに、力乗ってますし、まあ、軸足をしっかり踏めてるので、変にこう重心がずれてボールが上に行くことはないので、はい、そのあたりはやっぱりセンス感じますよね。なるほど、うまい。さあターンから小上田、後半から前に立ち位置変えてる、強い、倒した、ファールはオフェンスファールだ。まあ、体格差ありますんでね、ちょっとこう手を入れようとしたとしたところが、まあ、入りやすいところではありますけどもね。本当に昔のイタリア代表のビエリのような、はい、そういう選手ですね。もうゴリゴリのね、はい、ウィニングイレブンなんか使ってると結構楽なんですよね。無敵でしたね、はい、強烈な左足持ってますし、はい、まあ、今みたいに疲れても左手一本で抑えながらシュートは持っていけますね。ダメそう、どっち、平気、この間に今山口下がって松本玲が入りました。ドリームです、ちょっと倒れたままですね。まあ、ああいう球際はつい最近まではこうユーロだったりあとはコパアメリカなんかやってましたけれども、やっぱり本当にその組織の大事というか、やっぱこの部分ね、はい、1対1負けないというのは大事ですよね。大事ですね。まあ、深夜の行われた日本とスペインの、はい、オリンピックの試合なんかも、はい、まあ、バルセロナでほぼレギュラーとして、うん、活躍しているフェルミン・ロペスなんか、まあ、2ゴール決めましたけど、はい、彼なんかもやはりこう守備のところの強度というのはめちゃくちゃ高かったですね、うん、2対0浅野のゴールでバディがリードしています。ここチャンス、いやうまいな、ここのところだ、出した、チャンスだ、かわすが、あ、オフサイド。今見ました古賀選手の最後スルーパス出した時の顔の向き、はい、もうロナウジーニはネイマールが言うように、はい、あのボールの方向を見ないで、はい、逆を見てノールックのね、はい、おしゃれですね。おしゃれでした。さあまだ2点差ですんで、当然ドリームの方も1点返すとまたがぜん流れも変わります。チャンスは少しずつ増えています。後半です、右からこの辺も強い、裏街道行こうというところです。まあ、バディの方は攻撃しながらもやはりこう守備のところ、まあ、相手に今古賀選手が前に立っていることで何度かシュートに持っていかれてますから、はい、そのあたりの攻撃しながらの守備も意識しておく、そこは大事ですよね。後半の飲水タイムに入っているところです。ですから今ちょうど半分ぐらい、7分から8分になろうというところです。さあ改めて
まあ、4分の1で見たら最後のこう、ね、バスケとかでいうとこの第4クォーターのような感じになるんですけども、うん、ゆうとさんポイントはどこになってくるでしょうか。まあやはりこうバディの方は今見てると3点目を奪いに行くような、はい、戦い方、まあ、守りに行くような感じはしないので、はい、攻めに来ると思います、うんうん、なのでドリームの方はやはり何度かありますけどこう攻められた後のボールを奪ってからのやはりこう古賀選手に、はい、当ててからの攻撃ですよね。これをどれだけ狙っていけるか、はい、そしてその成功率を上げれるかですね、うんうん。さあ後半のあと残り半分です。2対0バディがリード。この辺はうまい。ボールを持てる選手が本当に多い。で丁寧に横パス中経由して右。非常にいいキックです。セカンドを取りたいドリームですがここ取らせない。前でキープができます。浅野時間作って丁寧に外前の小池です。前目で取った。さあこの後今3対3かわした。3対2さあ持っていく。小賀に通る。ちょっと遅らせた。入れた。斜めの動き前タイミング合いませんでした。数的優位の一旦チャンスは作れました。ディフレクションがあります。コーナーです。まあ、ここに来てバディの方は攻撃の時はそこまで人数をかけずに、はい、シュートへ持っていく行こうとしますよね、うんうん、2点リード。今後ろにも3人残してます。ですから前には4人だけ。さああと5分ほどということになってきました。2対0です。次のゴールでこの試合決まりますね、はい、追います。あいいディフェンス。ナイス守備。前2枚一旦やはり小川を探す。ここでキープができる。1人で打開をする。2人で対応してまで今行く。出さない。ファウル。ファールで止めざるを得ないような形になりました。常に左利きですけどボールの置きどころいいですよね、はい、相手に触られないところにボールを置きながら、はい、顔も上がっているので、まあ、スルーパスも出せますし、最初にシュートも打てるという意味では。さあこれシュートもありますかね。壁3枚、うん、下がった小軽キア浮かす。やり直しです。中のポジションのところ一旦注意当たられましたのでもう一回になります。今は少し間に入れてきたボールでした。また入れてくる。おーシュートか。キーパーに直接行きました。どうですか、ああいうボールってゴールキーパー緊張するんじゃないですか。緊張しますね。でも佐伯選手しっかりと落とさずに、正面だと正面に弾きやすいんでね。クロス、このセカンドはバディが取る。時間使って前を探した。両サイドが今幅を取ろうとします。一旦前に当てました。小池に入る。でこの3枚でシュートが持ってきますからね。はい。ファールない。ただセカンド拾って浅野持っていってクロスタニア、こぼれる。いやちょっとキーパー痛みました。
まあでも今はビビらずにあそこは突っ込んでいきました岸本です。ですよね。よくこうゴールキーパー待ってしまうのがあるんですけど、はい、しっかりとボールに向かって、勇気持ってプレーしましたね。これもいいボールですが、ボールが少し戻ります。ただセカンド拾いました。裏を狙っていく。いいボール。待ってた古賀がいる。キーパー出た。ワンタッチ。まだまだある。ボレー外だ。いやーよく見たシュートでしたが、バーでした。もうパスも裏抜けもシュートもパーフェクトでしたけど ねボール1個分ですね。笛が鳴ってここはバディーボールです。あともう1分2分ほどになってきています。時間がなくなってきました。前から追います。追い直し。いやいいポジションですね。さあ取った。古賀に入る。4人が見てる。いやうまい。落ち着いてかわして前に当てる。ワンツーワンツー。3人目4人目かかってきた。コール。もう抑えました。バディの方はあの人が流れるように前に出ていきますね。はい、ええ。時間使って河合前に一つ当てる。ハルワがキープして一つ前。さあこれいいところ取った。これ前でファウル。カットから古賀ダボタッチから持っていった。自分でしたこのチャンスだった。右足だ。キーパー、ナイスキーパー、ナイスキーパーでした。ナイスキーパー。いやー今のもね、下に構えていて上に出るボールですから反応しづらいんですけれども。さあ残り時間だんだんなくなってきています。2点を追います。ドリームコーナーのチャンス。中に入ってきた。ヘディングだ。外フリーでしたが少し合いませんでした。さあルキアの声がかかります。一つ取ればってことですね。ですね。ドリームはさあ前からボール奪いに行きますよ。これを剥がせるか。これで取れれば。いやつなぐ。ここがアドバンテージ。そのまま持っていく。逆に浅野が持っていった。クロス入れた。ナイスボール。キープからシュート。ここで笛が鳴りました。優勝バディサッカークラブ高等2対0。いやー面白かったですね。最後の最後まで。いやーバディもリードしながらもずっとこう攻め続けるところもありましたし、はい、いやー見事です。そしてこれでまあ、史上初めてですね、地方予選から勝ち上がってからの優勝ということになりました。うん、まあ、両チームともやはりこう最後まで攻撃の姿勢を止めなかったですし、はい、まあ、もちろんこの勝ちたいというところもあるんですけど、守りに入らずに得点を奪いに行く、まあ、ドリームの方は最後まで諦めずに何度も何度も、チャンスを作って得点を奪いに行く、素晴らしい決勝戦でしたね。はい。あ、グリーンカード出ましたよ。あ、グリーンカード出ましたね。初めて見たっす。グリーンカード初めて見たっす。この年代で本当にいいプレーでしたよというところに対してはあのグリーンカードが出されるんですけどね。両チームに出されました。いやいいですね。何枚も出したいですねグリーンカード、はい、この試合。まあ、悔しがるドリームの選手たちが多くなってますけれども、
こう一つ一つのね、その、うん、結果がね、こうまた次っていうのを作っていくと思いますからね。そうですね、やはりこうこの年代はどれだけ悔しい思いを、重ねるかってすごく大事なので、それが伸びしろ成長につながるの、つながると思いますし、はい、次のトレーニング、に向けての、気持ちの準備もつながると思うんで、うんうん、ぜひ、生かしてほしいですね。そうですね。優勝ワディサッカークラブ高等、準優勝、まあ、連覇狙っていましたけれども大阪ドリーム FC ということになりました。